審査駅は、北海道マシケ増マシケ町大技、シャクマ村座審査にあった北海道、旅客鉄道ルモイ本線の駅である、電報略号はの府。隣のシャグマ駅との駅間距離は 0.8km で、2016年に、ルモイ駅マシケ駅間が廃止されるまでは、北海道内最短であった。1977年の審査仮乗降場と、周囲約5 0 0ル範囲、 左下が、マシュケ方面。現在の位置と異なり、踏切に対して、ハス向かいの山側に設置されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より。地名は、アイヌ語のヌプサペ、また、ヌプサの添加したヌプシャなど、由来には、諸説ある。松浦武四郎の日記にも、 信ぶと記載されている地である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の北西側に存在した。電鉄機を持たない防線駅となっていた。仮上工場に羊を持つ開業時からの無人駅で、駅舎はないが、ホーム北側で入り口付近に待合所を有した。工事現場用のプレハブの建物で移設時に新築された。トイレはない。ホームは移設後も、 木製デッキ式であった床面に黄色い誘導ブロックが貼られていた。1993年2月に付近の新砂川河川改修工事に伴い42メートル増しけ方に移設された。移設前の駅はホームは線路の南東側に存在し駅舎はなくホーム南側で入り口付近に阿文駅と同型の待合所を有していた。ホームは マシュケカダニスロープを有志駅施設外に連絡していた。農村の集落がある。農耕地が広がっているが、民家や商店もある。2017年6月頃、廃駅舎が解体され、さら地となっている。同時期に隣接していた踏切も撤去され、道路へと改修された。審査仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。